皆さんこんにちは、逆転コーチングの膝と斉藤です。本日はですね、マーチ法学部序列ランキングやっていきましょう。おー、やっていきましょう。はい、結構ね、こういろんな学部シリーズで以前からやらせていただいたりしてるんですけれども、結構皆さんね、実際各大学のね、それぞれの学部ってどう違うんだろうとか、どこが人気なんだろうとかね、結構思ったりすることもあるかなと思いますので、本日はですね、入試面とかダブル合格者の進学率とか、今回は法学部なので司法試験にどこが強いのとかも含めてですね、いろいろご紹介させていただいて、でまあ、最終的に序列っていうとね、まあ、正直大学間に序列なんてないんですけれども、うん、我々的に両方受かった時に、まあ、こっちおすすめしたいなって思えるようなランキングをですね、お伝えさせていただければと思ってます。はい。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。まずですね、入試面から見ていければと思うんですけれども、はい、入試面では入試方式、倍率、偏差値、入試の難易度、この4つの観点お話ししていければと思うんですけれども、はい、まず入試方式、軽くざっとマーチ5つご紹介いただいてもいいですか。はい、マーチの順番でいきますね。明治大学からですね、一般的な独自試験と全学部方式、共通テスト利用、この3つなんですけども、独自試験では英語、国語、選択科目となっていますね。はい、オーソドックスな3科目の試験が明治大学ですね。はい、うん、青山学院大学はどうですか。はい、こちら独自試験がA、B 方式、全学部方式、共通テストなんですが、独自試験の A 方式では共通テストの英国選択科目プラス総合問題、総合問題の中の科目が国語総合、歴史総合、公共ですね。総合問題って言われて、国語と社会科目ほぼ全て詰め込んでくるなよみたいなね、はい、ところがあるんですけど、ちょっと対策しづらくなってるような雰囲気はありますよね。はい、対して B 方式ですね、こちらが共通テストの英国選択科目プラス、こちらも総合問題なんですけども、先ほどと違うのが英語、歴史総合、公共ということで、英語と国語が違うといった形ですね。うん、まあ、というところでね、結構青学はですね、もう個別方式が、法学部に限らずなんですけれども、うん、もうすごく複雑になってきてまして、うん、基本的には共通テストプラス総合問題と言われるような、いろんな科目が混ざってるような問題だとか、まあ、中にはね、英語だけの学部学科とかもあったりするんですけど、っていうような形で複雑になってきているので、ぜひですね、青学受験される方はいろいろ方式とか見ていただいた上で、自分これにしようかなって決めてもらえればと思います。はい、はい、立教行きましょうか。立教大学はですね、英語の試験が外部試験取り入れてまして、プラスで国語と選択科目、あと共通テスト利用ですね。そうですね、はい、立教大学も英語は外部試験なんですけど、うん、まあ、それを英語と換算するとオーソドックスな3科目の試験になってますね。はい、中央大学はいかがでしょう。中央大学はですね、語学部共通選抜、一般方式、協定併用、協定利用、この4つですね。わお、はい、難しいですよね。はい、まあ、語学部共通って何って思われる方もいらっしゃると思うんですけど、他の大学でいう、まあ、全学部方式に近いと思ってください。全学部試験で受けられる学部が、まあ、この学部数ですよっていうようなのが、うん、あ、まあ、法学部試験なので、今年までね、6学部共通だったんですけど、そうですね、まあ、法学部に2025からなると、まあ、いうところで、はい、まあ、全学部方式と思って OK ですと。うん、でまあ、それ以外は、まあ、オーソドックスな3科目と協定併用もあるんですよね。はい、協定3科目プラス英語の独自試験ですね。うん、ちょっとね、変わったような方式もあるのが中央の法学部になってます。はい、法制はどうでしょうか。法制はですね、 T 日程全学部の入試のようなものですね、と個別試験と協定利用なんですが、個別試験はね、学科によって日程が異なったり配点とかも違うので、うん、そこの辺はね、しっかり見ておいてほしいですね。そうですね。はい、まあ、ということでいろいろ話したんですけども、うん、ちょっと青学が特殊ですというところで、はい、うん、まあ、他の大学は基本的には英国選択科目の、まあ、オーソドックスな3科目ですっていうのが試験方式ですね。はい、ではまあ、倍率と偏差値としてはこちら表を見てください。はい、こちらがそれぞれの大学の偏差値と倍率となっています。うん、倍率は結構どこも似通っておりまして、うん、まあ、3倍弱から、まあ、3点何倍っていうようなところに、うん、どの大学も落ち着いているというような形になってますね。なるほど。今まで経営学部とか商学部とかやってきた中で、そこの辺は結構4倍5倍とかがオーソドックスでしたが、うん、これ理由とかありますかね。そうですね、うん、近年ですね、法学部人気っていうのは以前よりはちょっと落ち気味ですっていうところがありまして、うん、まあ、いくつかね、社会的な原因っていうのがあったりするんですけれども、弁護士さんの数が増えてますってところもありますし、他のね、経営学部とか、今コロナでちょっとだけ落ち着き気味ですけど、国際系の学部とかがね、ここ10年とかでは人気がぐっと出てきてはいましたので、うん、法学部自体の倍率っていうのは一昔前と比べると
やや下降気味ではありますね。なるほど、はい、ありがとうございます。偏差値も見ていきますと、はい、これちょっと皆さん驚くかなと思うんですけれども、うん、中央は高いですねっていうところはあるんですけれども、やっぱ法政とかも法学部は結構偏差値は高いんですよね、うん、そうですね、うん、ただどこも偏差値自体は似ているなというところがありますね、うん、はい、このような形になってます。で、まあ、入試難易度なんですけれども、うん、総合的な入試難易度のランキングとしましては、中央が1個やっぱ抜けてるなっていうところはあります、はい、うん、で次がですね、もう明治、立教、法政は同じぐらいです。人によってっていうところがありますね、うん、で法政もね、法学部すごく難しくて、うん、法政の中では看板の学部の一つにはなっているので、うん、難易度としてはやっぱ高いなと思います。でちょっと下にあるのが青学かなと思ってまして。なるほど、はい、で総合問題とかで先ほどから何回も言ってるんですけど、うん、受けづらいなって感じるかもしれないんですけれども、比較的やれば点数は取れるような形にはなっていますし、青学の法学部はですね、ヒューマンライツ学科という学科ができまして、うん、そこから少し難易度としては下がり気味ではありますので、青学の中では実はね、狙い目の学部の一つとなっているので、入試難易度としてはこの中ではまあ青学が一番合格はしやすいかなというような形になっています。はい、ここまでが入試面でした。はい、でもちょっとそれ以外の面もお聞きできればと思うんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱ皆さん気になるのダブル合格者の進学率ですよね、うん、マーチの中の法学部でですね、複数法学部に受かった際に最終的に進学されているパーセンテージのランキングっていうものがありますので、はい、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。こちら表となっております。これ見ますと中央の法学部がダントツですね。そうですね、やっぱ一強みたいなところはありますね、はい、法学部に限らずやっぱり中央法学部はダブル合格の進学率結構高いですからね。そうですよね、全学部アーストもトップ3に入るぐらいの人気具合ではありますよね。はい、まあ、これ見てみますと中央がやっぱダントツで、うん、次にでも明治大学も結構3位との差を離して高いですね、うん、はい、で3位が青山学院大学で、うん、4位が立教大学で、5位が法政大学というような順序になってます。なるほど、これ見るとね、やっぱ入試難易度とかがそのまま直結してるっていうわけではないんですね、という形になってます。ありがとうございます。はい、では最後ですね、司法試験っていうところも見てみましょう、うん、はい、こちら皆さんご覧ください。はい、これ結構大きく差が分かれる結果となってますね。全体的に見てやっぱり司法試験ってめちゃくちゃ難しいんですね。そうですよね、倍率これ何倍ですかってところではあるんですけれども、合格率みたいなところを見ても中央大学がやっぱ1個高いなというところで、次いで明治大学で、立教も結構高いですね。で法政と青学は結構合格率としては低めで、合格者数としてもやっぱ1位2位と3位以下ってところが結構差が開いているところではありますね。で、まあ、中央大学はですね、法学部に限らずですね、公務員試験に強い大学ではありますので、はい、何かの試験系とかね、資格っていうところを目指す上ではかなり強い大学の一つではありますので、はい、参考にしていただければと思います、うん、なるほど、はい、ここまで見てきて皆さんどうですかね、うん、やっぱまあご自身が実際合格された際に進学するかどうかっていうのは、中央とかを見てるとそもそも弁護士さんを目指すのかどうかみたいなところも大きく関わってくるかなと思うんですよね。これが民間の就職ってなるとまた話は変わってきたりもするので、はい、ぜひですね、一度大学のホームページとか調べていただいたり、オープンキャンパスとかね、それこそ大学にも行っていただいたりした上で、自分がね、こう法学部今志望なのであればどの大学受けようかなとか、志望度順どうしようかなっていうところを決めていただければと思います、うん、はい、でまあ、最後にですね、ちょっと私なりの今自分が受験生で受かったら行きたい順こういう順番だなっていうところを、まあ、お話しさせていただくと、はい、まあ、やっぱ1番は中央大学かなと思います、うん、で2番手が明治大学ですね、うん、個人的には3番手は立教大学に行くかなと思いますね、はい、正直4位が青山学院大学で、うん、まあ、5位が法政大学っていう順番になるかなと思ってます、はい、ということでこのようなランキングとさせていただいたんですけれども、はい、皆さんがぜひね、法学部とかでよかったら自分ここ行きたいかもとかがあれば、うん、コメントしてくれると嬉しいなと思いつつ、うん、まあ、皆さんがねこう思っているよりも法学部に進学される方ってみんながみんなね弁護士を目指すかというと全然そんなことはなくてですね、ないですね、うん、むしろ弁護士目指す人の方が少数派だったりはしますので、うん、法学部を弁護士になるものでしょって思って受けない人って意外といらっしゃったりもするんですけれども、うん、全然民間の就職も強いですし、そうですね、はい、必ずしもねこう法律の勉強をすごくしないといけないというわけでもないのでですね、うん、変にですねこう法学部は受けちゃダメだっていう風に避ける必要はなかったりもするので、改めて受験校選びや学部選びの参考にしていただけたら嬉しいなと思います、はい、とはいえですね、これ見ていただいたら分かる通り偏差値も高いですし、マーチは人気どころなので、うん、なんとなく勉強してて受かるような大学群ではないんですよね。でやっぱりここから何が必要かっていうと、
きちんとゴールとの差っていうところを見極めて、うん、勉強計画を立てて一個ずつ登っていくっていうところだと思います。今ですね、実際ゴールへの道筋が見えないとか、このままで合格できるか不安っていう方に向けてですね、夏以降からでもね、逆転合格を目指せる勉強計画っていうのを立てる無料受験コーチングを毎月枠数限定で行っております。実際何すればいいかわからないとか、ここまでやってきたけどなかなか実力ついてないなっていう方はですね、受験のプロはですね、合格から逆算して勉強計画立てますので、お気軽に枠数がなくなる前にですね、こちらの概要欄の公式 LINE 追加して一言ご連絡いただければと思います。ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。